雄太郎選手のテクニカルフォール勝ちでした。勝雄太郎選手は明日行われる準々決勝へ進出いたします。ただいま C ハットで行われている試合は65キロ級試合番号98番赤コーナー飛龍高等学校富田龍馬選手対青コーナー日野高等学校南明選手の試合です。
体育選手の判定勝ちでした。森藤大輝選手は明日行われる準々決勝へ進出いたします。続きまして、リンマット試合番号102番80キログラム級赤コーナー米沢工業高校学校鈴木壮雅選手、はい、青コーナー八戸学院の明治校、失礼しました、明治西高等学校東太陽選手の試合を行います。